日本とアメリカの学生や研究者らの留学支援プログラムがスタートしてから70年を迎えたことを記念する式典で、天皇陛下がお言葉を述べられました。私や皇后にとっても、留学先の国の社会や文化などについて、直に知る経験ができたのみならず、他の留学生とも交流を深め、また自分の国を見つめ直す良い機会になったと思います。天皇皇后両陛下は日米フルブライト交流計画70周年を記念する式典に出席されました。天皇陛下はお言葉で、70年間でおよそ6600人の日本人をアメリカに派遣し、およそ2900人のアメリカ人を日本に迎えたことを紹介し、このプログラムが両国間の流行と相互理解の促進に大きく貢献してきましたとも述べられました。